ゴールキーパーは1番の出森、ディフェンス最終ラインは右から6番の渡辺、28番戸根、23番岡本、3番の富山、ダブルボランチ8番の藤村、27番の山口、トップ下に21番の田中、右に11番五稜、左に36番米沢、ワントップ92番ンドカチャールスを予想しています。ゴールキーパーは21番の市川、ディフェンス最終ラインは3バック、3番の中村、2番ンドカボニフェイス、24番福森、ダブルボランチ4番のユーリララ、6番の和田、右のウィングバックに8番の山根、左に14番中野、ツーシャドウは10番のカプリーニ、13番小川、ワントップ15番伊藤翔を予想しています。一旦下げます、和田、そして福森、ここは中央を選択、そしてサイドを変えます。中には3人4人と選手が集まってきている。先制、あっという間の先制ゴール、伊藤翔、2試合連続ゴール。素晴らしい展開でした。グラウンダーのクロスボール、伊藤翔今シーズン2ゴール目。遠藤さん、今のプレーです。いやー、もちろん入っていった伊藤翔の動きは素晴らしいと思うんですけど、はい、もうちょっとこうセンターバックのところ、誰がつくのかどうするのか、ディフェンス陣のところがはっきりしてなかったですね。裏への抜け出し、米沢、オフサイドはありません。深いところボールをキープ、一旦下げて、中には2人3人と選手が集まってきている。ンドカチャールズ、ヘディングクリアする、田中、ボールがこぼれている、市川ファインセーブ。いや、シュートも良かったですよ。よく抑えていましたね、はい、ついていくのに必死ですよ、はい、さあそして裏への抜け出し、オフサイドはありません。ゴールキーパー出森飛び出して、ゴールラインを割って、ここはファールの判定です。倒されたのはキャプテンマーク13番の小川、そしてレッドカード。今のシーンです。判断をちょっとミスったかもしれないですね。最終ライン2番のドカボニフェイスから裏を狙って山根を走らせる、山根が追いつけるかどうか、ホイッスルが鳴って PK。 ドカボニフェイスから、遠藤さん、スピードありましたね。そうですね、早かったですね。富山が2枚目のイエローカードで退場です。鹿児島のゴールキーパーは代わって入った大野、決めていきました。追加点、横浜 FC。 落ち着いてますね。落ち着いていました。35歳ベテラン伊藤翔、今日2ゴール目。しっかりとゴールキーパー大野の動きを見て、これ真ん中ですね。そうですね。中央ヘディングシュート、3点目。素晴らしいボールを供給しました。そしてヘディングシュートはカプリーニ。素晴らしいヘディングシュートでした。キッカー福森です。これもふわっとしたボール、わずかにポストの右。素晴らしいですね。低くて、はい、ああいう精度のボール出されたらディフェンスとしてはすごく嫌ですよね。はい、藤村から縦パス、五稜カットイン、まだ持つ、縦パスが入る、山口のシュート、ポストの右。いいアイデアでしたね、はい、ここは五稜のカットインから最後は山口のシュート。持ち出した中野、桜川倒されて
PK です。ここはファールで止めるしかありませんでした。さあ追加点になるか横浜 FC。 キッカーは桜川、決めました。4点目、今シーズン初ゴール、桜川4点にリードを広げます。もう一度桜川前線、シュートまでいけるかどうか。ここは村田切り返してのシュート、なんとかパンチング王の枠を捉えていました。まもなく目安の5分台。ボールを奪った横浜 FC、 主審が笛を加えて、今長い笛、90分間が終わりました。アウェーの横浜 FC、 万全の試合運び、4対0、勝ち点3を手にしています。